はいどうも、モンゲーライダーひろやです。ここはですね、兵庫県姫路市の白鳥パーキングエリアですね、山陽道です。今私は山陽道のね、白鳥パーキングエリアにいるんですが、今日から、3泊4日で信州名道巡りツーリング、こちらに行ってきたいと思います。ということでね、本日のまあいつもの相棒 NC750X、今日もね、まあおなじみのご近所ツーリングスタイル、まあ何の荷物もね、まあパッキングしてないスタイルで、まあ長野までね行ってきたいと思います。まあこのね、ダミータンクの中に、夢がぎっしり詰まってますのでね。それではね、まあ今日1日目はもう本当に高速使って長野まで移動するだけなので、まあそんな見どころもまあないですけど、サクッとね、まあ長野まで移動しましょうかね。それでは行ってきます。はい、でね、今日の目的地は長野県の長野市、そちらにね、今日はホテルを取ってありますんで、まあ、とりあえず今日は長野市まで、一直線に向かっていきます。で、明日、明後日、しあさってでですね、まあ長野県のね、まあ、数々のまあ、名道がたくさんありますんでね、ちょっとそこを走っていきたいなと思ってます。まあ、日本一周した時にね、長野県は10日ぐらいね、僕いたんですけど、その時にね、まあこう名道を走ったといえばね、ビーナスライン、そこぐらいしか確か走ってないんですよね。日本一周はね、あの 50cc のリトルカブで行ってたんで、まあ、長野は山岳地帯のね、まあ、山岳道路が多いんで、なかなか50のカブだとしんどかったっすね。なんであんまり走ってないんですよ。なので今回はね、まあ、その分を取り返そうかということで、いろんな道をね走っていきたいと思います。いや、しかし今日はいい天気っすね。ほんといいバイク日和ですわ。今日が19日の土曜日、9月の19日土曜日なんですけど、関東の方はね、天気が悪いみたいなんですよね、今日明日はね。まあ長野の方も明日はちょっと雨予報でね、さてどうなるかっていうとこなんですけどね。まあ一応今回はカッパを持ってきております。まあ雨が降っても準備は万端ですね。まあ今姫路で長野まであと6時間半ぐらいかな、多分かかるんで、パッパと行っちゃいましょうか。はい、今ね、大阪の高槻まで来ましたけどね、高槻ジャンクションが4キロ先にあるんですけど、これがね、毎回わかんないんですよね、この高槻ジャンクション。もうなんか、よくわかんないなぁ。見てこれ。どの方面が長野方面やねん、これ。まあ一応ナビ入れてますけどね、ナビもなんかわかりづらいなぁ。高槻ジャンクション激混みしてますね。すごいなぁ。やっぱ秋の行楽シーズンやからかなぁ。へぇー。立冬まで120分。高槻立冬で100、いやめちゃめちゃ時間かかるやんけ。いやなんか高速でこう、渋滞にはまるってなんか損した気分になりません？まあ、僕が貧乏症なだけかもわかんないですけど。ねえ、せっかく高速料金払って、高速で移動しようっていう道なのにね、渋滞にはまって時間がかかるっていうのは、どうもなんかね、納得いきませんね。はい、今ね、名神高速の京都南インター付近ですけどね、いや、すごいっすね、渋滞が。あの、大阪の高槻からずーっとこんな感じです。もう全然流れません。なんだろうなぁ、こんなに多いか。僕、普段あんまり高速を走ることがないんでね、あんま事情がわかんないんですけど、あれかな、やっぱコロナとかの影響もあるんかなぁ。あの、コロナで公共交通機関みんなもう避けて、車でね、移動して旅行に行こうっていうので、車が増えてるっていうのもあるんですかね。いや、ここまでの渋滞は予想してなかった、本当に。長野までサクッと行きましょうって言いましたけど、全然サクッと行けません。はい、それでは今、滋賀県のね、大津に来ました。
ちょっと大津サービスエリアで休憩をしたいと思います。753番お待ちのお客様、お料理出来上がりました。ご交代お越しください。大津サービスエリアで、たっぷり休憩取ったので、再び長野に向けて出発します。まだね、この大津から長野まで400キロ弱ぐらいあるんでね、まだまだ距離あるんですけどね。まあとりあえず向かいますか。今のところナビで見る限りね、到着予定時刻はね7時前でしたね。まあまあそんぐらいかな。ちょっと余裕持って出たんですけどね、なんだかんだ渋滞とか引っかかっちゃってちょっと遅れてますね。あれが伊吹山ですね。綺麗ですね、こうやって見ると。これから伊吹山を越えて東海地方に入っていきますよ。はい、関ヶ原ですね。ここが関ヶ原を越えて岐阜県に入ります。はい、ここから岐阜県関ヶ原町ですね。東海地方に入りました。はい、愛知県の一宮市に入りました。さあもう名古屋ももう近くですね。名古屋都市圏に入ってまいりましたね。やっぱこの辺まで来るともう結構建物も多くなってきてね、ちょっと都会って感じがしますね。右にはね、こちら東海道新幹線の線路もね並走されてますね。はい、もうすぐ小牧ジャンクションですね。ここで、中央道に分岐します。今までねひたすら岡山から東に向かって進んでたんですけどね、ようやくここから中央道に入って長野へ北上していきたいと思います。はい、それではこれより中央道に入ります。行くぜ信州。はい、ちょっとね2時間ほどずっと高速走りっぱなしだったんで、この古径山パーキングエリアでちょっと休憩を取ります。ではちょっとねガソリンを給油しましょうか。ここのパーキングエリアでね、あそこにガソスタがあるんで。今日はね岡山で高速に乗る前に1回給油したんですけどね、まあ本日2回目の給油ですよ。はい、レギュラー満タンでお願いします。カードで、カードでお願いします。はい、ガソリンもね満タンにしたところで再び中央道を走ってね信州を目指しましょうか。で、あのさっきの古径山パーキングエリアから長野市までが約230キロぐらいらしいので、まあガソリンを持つでしょうねこれで。まあしかし遠いな本当に、岡山から長野。正直舐めてましたわ。今も、時間4時20分ぐらいですけどね、まだこっからあと230キロぐらい走らなあかんと。なかなかの距離やなやっぱ。
今ね、おそらく岐阜と長野の県境あたりだと思うんですけどね、ぐっと空気が変わりましたね。すっごいなんかこう冷涼な空気になってきております。で、前方にあれ綺麗ななんか山脈が見えますね。あれが日本アルプスですかね。僕もあんまりそのあの辺の山については詳しくないんで、どこに何があるっていうのはあんまり把握できてないんですけど、やっぱりこの山岳地帯まで来たなという景色ですよね。ちょっと今見えないですけど、俺あそこわかるかな、あの山々めっちゃ綺麗やん。いや来たね、長野まで近づいてきたね。はい、今長野県のね飯田市に入りました。やっと長野に、県内には入りました。時間はもう5時前ですね。いや結構かかったな。でまだこっからですね、170キロぐらいあるっぽいんでね、長野市内まで。長野広いわ。170キロありますかっていう話ですよ。まあそうだな、やっぱあと2時間ぐらいはかかるかな、長野ホテルに到着するまでは。もう一頑張り行きますか。今前方に山が見えてますけどね、レベルが違うよな、やっぱ山の高さの。岡山のあの県北の中国山地と比べてもまあ段違いですよね、山の高さが。すげえよな、ほんと。うわ、すっげえ、ずーっと山が連なってるわ。いいねー、早速素晴らしい景色でお出迎えしてくれました、長野県。この辺はなんかすごいっすね、高速のもうすぐ横に畑やら田んぼやらがあるんやな。なんかリンゴ畑みたいなのが多いですね、長野らしい景色。でもこの高速の横にすぐあるっていうのはすごいな、なんか。はい、間もなくですね、岡谷ジャンクションに到着します。ここからですね、長野市に向かう長野道へ分岐します。いやー、もう長野市までね、すぐそこですけどね、ちょっと日が暮れてきてね、結構寒いっすね。まあ今日僕の服装がまあこのライダースジャケットの下には半袖の T シャツっていう、まあいでたちなんで、それもあるんですけど、やっぱ長野涼しいな。はい、それではこれより長野道に入ります。あと残り長野まででも90キロぐらいかな、多分あと1時間はかかるでしょうね。もうすぐ時刻は6時です。おー、見えますかね、善光寺平の夜景ですよ。めちゃめちゃ綺麗やん。カメラにはどう映ってるかわかんないですけど、私の肉眼にはめちゃくちゃ美しく見えてます。すげーな。わー、すごいすごい、うえー、すげー。見てこれ、見えるかな、見える。すごいぜ。うわー、日が暮れちゃったなとか思っとったけど、この景色見えるんならよかったわ、この時間で。いや、すごいね、うえー、すげえ。長野シティですよ、これがね。ようやく長野インターに到着です。いや、やっと着いたね。長かったわ。いや、長かった。朝からずっと高速ですからね。今時間が6時45分。これね、びっくりするんですけど、僕今日家出たのがね、朝の9時45分ぐらいなんですよ。見事にちょうど9時間後にね、長野インターに到着しました。まあ、ちょこちょこ休憩 C の、あとは大阪京都間で、まあ大渋滞に巻き込まれので、9時間ぐらいですね。まあ、渋滞とかがなかったらもうちょっと早かったっすね。8時間ぐらいで多分着いたんちゃうかな。
まあ何はともあれ、もう今日はねクタクタっす。本当にクタクタです。本当久々に下道走るわ。なんか安心するな、下道走ると。なんだかんだやっぱ高速道路ってね、バイクで走るのはねやっぱすごい神経使いますからね。バイクで走るんならやっぱ下道の方が好きやな。さてということでね、長野の駅前の方にホテルを取ってあるんで、そちらの方に向かいましょうか。いや久々の長野ですね。日本一周以来の長野や。ちょうど4年ぶりやな。だいたい4年前の夏の終わりぐらいに長野にいましたからね。今日のお宿、ホテル日光さんに到着です。これバイクどこに止めるんかな。到着ですと。はい、ここが今日のお宿、ホテル日光さんのお部屋ですね。いや、だいぶこの昭和テイストの感じなかなかいいですよ。ここがね、1泊3070円かな、今回消費税込みで。楽天トラベルの GoTo キャンペーンの割引使ってその値段です。まあ3000円でね、まあこの部屋だったらいいんじゃないですか。だいぶ安いと思います。もう雲がなくなりましたね。雲突き抜けた感じなんかな。これすごいぜ、景色が。これが国道やもんな。うおー、すげーよ、すげーな。こんな素晴らしいとこ走らんかったんか。